Welcome back. In the previous part, we saw the puppeteers reunited at last. So I'm assuming now we've got a follow-up scene here at Weisberg House. Might not be, though. だから、何度頼まれても無理なものは無理だ。そこをなんとか。フリッツさん、お願いします。あれがないと私、これから先、生きていく自信がありません。君も大げさだな。別にそこまでではなかろうに。いえ、そんなことはありません。あれがあるのとないのでは、人生の彩りが違います。だから、お願いです。人形劇で使ってた等身大フィルスちゃん人形、ぜひ譲ってください。That is very creepy。ダメだ。彼女は私の劇の大事な一員。いくら君が相手でも譲るわけにはいかん。わかりました。やっと諦めてくれたか。まったく。君は普段は冷静なのだから、もっと。では、これならどうですか？な！これほどの大金、どうやって？お店で稼いだお金ですよ。フィリスちゃんが受け取ってくれないから、たまる一方で。だが、いくら金を積まれても、彼女を売るわけには。売ってくれとは言いません。新しく作ってくれればいいんです。This is very, very weird. そのお金があれば足りますよね。それとも、フリッツさんは依頼を断るような人形師なんですか？私の負けだな。君の執念にはびっくりだ。わかった。この金で最高の等身大フィリスちゃんを作ってやろうではないか。やったー！楽しみにしてますからね。やれやれ、彼女は全く変わっていないな。姉にあれだけ愛されるとは、フィリスも幸せ者だ。What do you mean she hasn't changed? She's clearly changed. She's very weird now. 若干行き過ぎの感は否めないがな。So I guess it was tangentially related to what happened. Oh, there's another scene here as well. So let's head out and head back in. Well, let's gonna walk straight back and be like, yay! Oh, that would have been it. Fair enough.この間の人形劇、最高でした。不思議な不思議な物語、とってもすごかったです。私たちのことを題材にしてくれたのも嬉しかったな。そりゃあね、二人とも最高の人生を歩んでるし、最高の人形劇のテーマとしてはうってつけだったってわけさ。ああ、チビクラちゃんも新しく作った等身大フィリスちゃん人形もいい働きをしてくれた。いきなりフィリスちゃんそっくりの人形が出てきた時はすごく驚きました。あ、そうそう、それ私許可を出してないんですけど。ん、そうだったか。まあ最高の劇のためだ、許してくれ。大活躍してたし、いっか。あれ、フィリスさんにソフィーさん、フリッツさんたちにご用ですか？うん、教会でやってた人形劇の感想を伝えてたの。私昔からフリッツさんのファンだから。私も感動しましたって伝えに来たんだ。あの人形劇、ソフィーさんたちも見てたんだ。
漫才もバッチリ見てたよ。昔は無菓子でお菓子がないあの時のことは忘れてくださいフリッツさん、ドロッセルさん、あの二人のお話もとっても良かったですね。うん、あの子たちの将来はまだわからないけど、幸せをつかむのは間違いないと思ってね。だからとびっきりのハッピーエンドで締めてみたの。へっへん、我ながらいい脚本が書けたと思うよ。うん、我が娘ながら最高だったぞ、ドロッセル。ありがとう、お父さん。じゃあくしくもみんな集まったことだし。そうだな、最高の人形劇追加公演としゃれ込むか。うわーい、それじゃあ前座はマーレン姉妹の漫才に決まりですね。ちょっとフィリスさん、もうからかわないでください。人形劇を見たいけど漫才はもうゴリゴリです。そうか、では私たちの出番だな、ドロッセル。おーよ、お父さん、みんなの魂ガンガン揺さぶっちゃうからね。 Do we get to see that as well? That would be nice. I'm assuming not, unless we go wait a little bit. So you know how it can be. Let's do that and go back a bit. I'm assuming no.Alright then, let's head to Garden Merc at Neophyrus. I also have the elixir thing that Firis wanted to hand in as well, so. どうしたんですか、ソフィーさん。なんだかずっとうなってるみたいですけど。買ってきた雑誌に懐かしい記事が載ってて。何?キルヘンベル探訪。字が多いからリリー、パス。はいはい。教会の歌姫に革新を続ける時計職人、国でも有数の規模を誇る大商会、しのぎを削る昔ながらの大衆カフェと大家族の兄弟が営むケーキが美味しいカフェ。すごい素敵なところですね、ここ。ソフィーさん、行ったことあるんですか？行ったことがあるどころか、私の故郷なんだよね。そうだったんですね。うん、この記事に載ってるのもみんな知り合い。読んでたら懐かしくなっちゃって。ああ、それでずっとうなってたんだ。そういうこと。プラフタを人間にするために旅に出てから一度も帰ってないんだよね。じゃあ結構長いこと戻ってないんだ。やっぱり寂しいですよね。そりゃあ寂しいよ。でもみんな元気にしてるみたいだし、心配はしてないかな。よし、決めた。プラフタを人間にできたら、私も顔を見せにキルヘンベルに戻ろうっと。多分それももうすぐだしね。もうすぐってことはもしかして。うん、プラフタを人間にするための最後の道具、だいぶ目処がついてきたんだ。 Somehow I feel it's gonna be manure, thinking back to like Homs and Chims. まあまだレシピを練ってる段階なんだけど、もう一頑張りすればなんとかなりそうかな。うわー、やったじゃないですか。お祝いの品用意しとかないとね。うーん、何がいいだろうね。指輪とかペンダントとか身につけるもの。いや、それよりはとびっきり美味しいものとか、いっそのことプラフタさんのぬいぐるみとか。あと
少し、あと少しで、き。So close to having a resolution to that voice of guidance. New combination. Lydia and Sophie Rainbow Codex. I read that as Rainbow Cookie. It's gonna be like, what? A Rainbow Cookie? I have no idea what that could be. I made quite a few. That one I like, and I'm keeping that because HP and MP Recovery XL? Yeah, that's staying in my bag. That's staying in my bag.道具作ってきましたよ。ありがとう。さすがの出来だよ。よし、次は私の番。すぐに調合しちゃうからちょっと待っててね。はーい、せっかくだし見学してます。完成。And it's a warp gate? Phyllis, what is this? I'll explain later. Let's go to Iru-chan and get me. Oh, you're back. What happened?今日はね、イルちゃんにプレゼントを渡しに来たんだ。はい、いつもお世話になってるからその感謝を込めて。何よこれ、空間をいじる道具みたいだけど。さすがイルちゃん、大体当たり。それはね、二点間を自由に移動できるようになる道具だよ。I'd love for something like that, for obvious reasons. 二転換を？てこ、私のアトリエとあなたのアトリエを自由に移動できるようになる？そう！つまり、会いたい時に会えるってこと！これはいつか絶対イルちゃんのところに戻るっていう約束の証でもあるんだ。受け取って。約束のためにこんな規格外の道具を作るなんて、バカ。あなたは本当にバカ。おバカさんの極みだわ。 I seriously would absolutely love that kind of ability. Just the freedom it would give you. そんなにバカバカ言わないでよ。私だって必死に考えたんだから。わかってるわよ。ありがとう、フィリス。あなたの気持ち、しっかり受け取ったわ。でも、覚えてなさいよ。これがあれば、四六時中あなたのアトリエに乗り込め。もし、いつまで経っても帰ってこないようなら、毎日文句を言いに行ってやるんだから。それはゾッとしないや。これからもよろしくね、イルちゃん。ええ、こちらこそよろしくね、フィリス。スーちゃん、スーちゃん、空気を読んで帰ろっか。そうだね。それじゃあお二人ともお幸せに。Oh my.So what we got now? Ooh. Something going on in the street. And something at Gates of Merc and Atlea. Let's go back to Atlea Phyllis. It's more it's there, so. Scott the mono a moto no bashoni. Demo, hora. Atoshi ni totte wa tsukaiyasui tokoro ni oite ru shi.あ、またソフィーさんが怒られてる。もう見慣れすぎてこのアトリエの名物みたいに思えてきちゃった。二人ともいいところに。クラフトのことよろしく。こら待ちなさい。
げられましたか。ごめんなさい、タイミングが悪い時に来ちゃいましたね。いえ、構いませんよ。帰ってきたら再会すればいいだけですからね。うわー、えげつない。私だってできれば説教などしたくはありません。 Yeah, but you do get enjoyment out of it. ですが、ソフィーは錬金術の腕とは裏腹に、日常生活に必要な技能がほとんど成長していない。このままでは錬金術だけが取り柄の超絶ダメ人間になってしまいます。彼女には普通の幸せをつかんでほしいですから、錬金術以外のこともできるようになってもらわないと。なるほど、ブラウタさんのお説教、そういう理由があったんですね。ブラウタさんってソフィーさんのお母さんみたい。お、ワイフ。お母さん？年寄り臭いだの、おばあさんだのとは今まで散々言われてきましたが、お母さんと呼ばれたのは初めてです。これは逆に精神的に来るものが。そうですか。ブラフタお母さん結構似合ってると思いますけど。やめてください。お母さんと呼ばれるくらいなら年寄り扱いされた方が幾分かマシです。二人とも今後は私をお母さんと呼ばないように。わかります。はーい、わかりました、ブラフタママ。 Playing with the rules, I see. スール、あなたにはやはり説教が必要なようですね。さあこちらへ、あなたの望みを叶えてあげましょう。やば、やりすぎた。失礼します。あ、スーちゃん、ブラフタさん、また。やれやれ、本当におてんばな双子たちです。Definitely more like a wife. I just knew there'd be a follow-up scene. そうだな。やめておいた方がいいかも。どうしても安定性に欠けちゃう気がするし。となると、困りましたね。なんか随分難しそうなお話をしてますね。何かあったんですか？あ、リディちゃん、スーちゃん、ちょっと相談に乗ってくれる？クラフターを人間にする道具のレシピができたんだけど、材料がちょっと、いや、だいぶくせ者でね。どうやら必要な材料の性質は現実的にありえない。つまり、どういうことですか？材料がありえないなら調合するのも無理なんじゃ。ああ、だけどレシピは完璧なんだよ。どこにも穴はないはずなの。やっぱり根本的に考え方を間違ってるのかな。となると一から考え直し。現実的にありえない、この世に存在しない。リディちゃん、もう一回。 I mean, that was what I was thinking. Just paint the materials into existence. え？いえ、材料が現実的にありえないとしても絵の中だったら見つかるかもなって。先生、絵の世界って錬金術の産物なんです。錬金術で絵の中に世界を想像してるらしくって。
錬金術を使っているから現実ではありえない材料も存在しうる。一方で独立した世界に生成されたものだから安定性も担保されている。うん、悪くない考えかもしれません。よし、その可能性にかけてみよう。ここで諦めるなんてまっぴらごめんだもん。リディちゃん、スーちゃん、私と一緒に材料を探しに行ってくれる？はい、もちろんです。私もスーちゃんもお手伝いしますよ。ありがとう。待っててね、フラフタ。必要なもの絶対に見つけてくるから。はい、くれぐれも気をつけて。すみませんが、よろしくお願いします。 So where are we going then? Sophie's dream. Okay, to do list. Try exploring the depths of the Great Cascades of Anfell. Okay. 目的地は木の木馬まで。 Oh my god.Quite a few going on. Quite a few going on. Quite a few things going on. Where in here, though? No idea, though. Looking for like a dot or something on the map, but I don't think it's going to be easy to spot, is the best way of putting it. It's like, it, I was thinking back to the, Alt.Scenes. There wasn't anything on the map that signified there was anything there, so I imagine there's nothing here. Just have to run around until we find it. An interesting place. Well, maybe you should point us in the right direction to it. Would be helpful. But no. But the only thing I could think of is the end of this area. Where else would it be?I don't know. It's close. Close. Oh, Sensei! あの材料なんて良さそうじゃないですか？うん、確かに。それじゃあ早速採取。That's my flower! あの魔物を倒さないと材料は拾えないみたい。どうしますか、ソフィーさん？もちろん、倒すに決まってるでしょ！ No one takes my flower.Right, so let's speed up. Increases fire damage. Okay, well, let's actually throw on a pure aroma on it then. Let's. We ain't got a big bada booms going on. That's fine. Okay, so let's see about a skill then. Blessed Calamity. Should get the follow up skills. Nothing. Some elixir.It'd be nice to get some of Sophie's stuff though, wouldn't it? So I'm gonna throw that out. I got it. Don't even know how much damage we did on that, just died. I assume it wasn't that high level if we only got that much XP. Ooh.これなら多分大丈夫。調合にも使えると思う。やったー！これで一歩前進ですね。だね。よかったよかった。さてと、じゃあ他の場所にも行ってみましょう。Yes, we have more materials to get. Yeah, it's a gallery. What was the next area? どこ行く？
let's go to the Luscious Ice Grotto. Every time we come in here, she starts sneezing, like, instantly. Is she allergic? Where do I get these words from? I don't know, it's like my brain is thinking 50 steps ahead and just merges all the words together and expects someone to understand what I'm saying. It's very weird. It's very weird. But yeah, it's like, I was just thinking, like, what was I saying? It's like she's allergic to ice or something. Is that a thing? I know some people can be allergic to water. It's very, very, very rare. And it's a major issue for them because, you know, it would be. We kind of need water. You know. But what about ice as opposed to water, like liquid water? Because it does have different properties. So I'm just wondering. Is that even a thing, though? You could be allergic to a solid rather than a gas. I don't know, to be honest. Someone let me know on that. I'm very, very curious. Might be nothing, might be something. Ah, dude. It's all like, I'm a robot, mate. Robot. Maybe the boss we have to face will drop something. Okay, increases ice damage. Let's see about throwing out a Starl Ice Bomb. Drops ice pillars on all members when air attack is used, but we're not using that, so... I expected a bit more there, but okay. Let's increase the fire damage. Okay, let's see here. Okay, so let's go with the battle ones. With the triple bomb, the all-in super bomb. I mean, that one uses air, which could be a bit of an issue because of, like, you know, the painting effect. So let's go with this dragon core that we got. Is that it? Well, that's still counted. Damn it. Ow. Like, Ilmeria is my nuke character, so I'm assuming she's gonna just destroy the Uber Dragon. Maybe not, but we did get a lot of buffs as a result of that. So, like, just... let's throw out the Starl Ice Bomb. There we go. Bums! Liquid ice. それ、私が欲しかった材料そのものかも。え、本当ですか？やりましたね、スミーさん。うん、
でも巡ってみましょう。But I just had stuff just pop in. That was very strange. Let's throw that at it. May as well. Seeing as it popped in. Did I get anything good? Right, so... let's go to Etel Nepica. Still need to see about finding the Hegel statue in the heavenly grotto thingy. Because I'm sure there's one there as well, I imagine. What does that sentence even mean? It's like, I'm sure there's one there, is what I'm saying. But I'm also got unsure in the aspect of me going like, I imagine. It's more like, I imagine I'm sure. It's like, I think I'm sure. But I'm not sure. But I think I am. Or am I? It's like, it doesn't make sense. I know what I wanted to say. Just that idea of like, based on the circumstances and all the other paintings, there should be one there, because it's following a certain pattern. I'm sure of the pattern itself, but I'm not sure if that would actually still mean it is there. For it not to be there, it's breaking a pattern, therefore that's the strangeness. That tree just isn't in the ground. Like, come on now. Come on. I'm assuming we're heading for that tree over there. Where else we'd check? I don't know where else we'd check. Wait, what? See, now I feel like I should have a mount or something, or turbo would be nice. Just fly through being like, checking all the places. About getting doubles item wait time or decreasing skill wait time by half. Okay. I mean, that's it gonna be dead, isn't it? I mean, let's unleash a big skill then. There we go. Is it obvious I made some better gear as well during my time away when I was sorting stuff for the rank up? Is it obvious? Kind of obvious.
Yeah, 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 go, 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 go. Lily-chan, Su-chan, お邪魔します! We noticed. Oh, Lily-san! Aha! さては, Lily-にカードゲームのリベンジを? それもちょっとそそるけど… 違うの! 今日は… 二人への感謝の証を届けに来たのです! え?私たちの分まで用意してくださったんですか? もちろん! 二人にはすごいお世話になったからね! プレゼントだけじゃ足りないくらいだけど… ありがとうって気持ちは伝えたかったから… というわけで… はい!どうぞ! これって… 翼がついてるけど、 フィリスさんのテントと同じもの? うん! 名付けて! 空×携帯アトリエ! 私のアトリエと基本的には同じなんだけどね! この翼が優れもので、 行きたい場所に勝手に飛んでいってくれるんだ! フィリスさんの凄さはもう気にするだけ無駄かな? そうみたいだね! 贈り物、とっても嬉しいです! 二人とも旅に興味があるみたいだったから 気軽に旅ができる道具があればって考えてみたんだ! Hell of a gift! 旅はいいよ! 楽しいし、すっごく勉強になる! だから、二人もそのテントで旅をしてみてほしいんだ! そしたら、 新しい発見があるはずだから… ふっふっふ…前にも言ったけど… 世界は広いからね! はい! ねえねえ、スーちゃん! 旅するならどこがいいかな? そうだね、島に行くのもいいし… 静かな森に行くのも憧れるし… ああ、一箇所になんて決められないよ! いろんな… そうだよね!私も私も! じゃあここは、贅沢に! うーん、楽しそうな二人を見てたら、私も今すぐ旅に出たくなってきちゃったよ! 北か南か、はたまた西か… さてさて、次はどこに行こうかな? I would just put that in a drawer or something somewhere? I really need to sort out my money at some point as well. Got it, Merc! Atelier Fittis. Tadaima, Croft! I'm going to get the things that I need. Yes. Really? No. Then, Sophie-san? Yes. I'm going to get to the table. 絶対に失敗できないし、気合を入れないと。 First off, Plakta, get in the cauldron. 先生、私も手伝いますよ! 一人でやるよりは効率がいいだろうし! あ、そうですよね! それじゃ、私たちも! うんうん、ごめん。 気持ちはありがたいんだけど、遠慮しとくね。 これは、この調合だけは… どうしても私がやらなきゃいけないことだから! 先生… わかりました! じゃあ代わりに、思いっきり応援させてもらいますね! 頑張れ! 頑張れ、頑張れ! ソフィーさん! ありがとう! すっごい勇気が湧いてきたよ! 調合が終わったら、二人のことも呼ぶね! プラフタを人間にするところ、 見てもらいたいから! えへへ、楽しみにしてますね! ファイトですよ、ソフィーさん! いいのですか? 本当に手伝ってもらわなくて… うん! 錬金術師としての意地かな! でも、
平気だよ。絶対に成功させてみせるから。ええ、もちろんです。先生なら間違いなく成功しますって。じゃあプラフタ人間化作戦最終段階。Oh, come on. ソフィーさん、調合どんな感じ？よし、釜の温度は大丈夫。あとはしばらくこのまま上積みを。すごい集中してるみたい。邪魔したら悪いし、帰ろうか。うん、そうしよう。頑張ってくださいね、ソフィーさん。But what? Ne? No? I'm assuming we have to give her time. Do you know what we do in that situation? いただいて。いえいえ。それでソフィーさん、調合した道具って。これだよ、リビルの魔法。 It's a book. この道具は概念を操作するもので、で今はそんなことはどうでもいいか。とにかくこれがうまくいけばプラフタのことを人間にできるはず。 I feel like this is gonna go wrong and she's gonna end up being a book again. 心臓がすごいドキドキいってる。私もこんなすごい瞬間に立ち会えるなんて。先生、そろそろ。プラフタ、準備はいい？え？いつでも大丈夫ですよ、ソフィー。これだけ人が多いと思い出しますね。本から人形の身になったあの時を。そうだね。あの時みたいに今度も成功させてみせる。それじゃ、行くよ。お願い、リビルの魔法。魂をあるべき姿へ。プラフタのことを人の体へ導いて。She got shorter.ソフィー、何？どうしたの？まさか痛いところでも。これがあなたのぬくもりなのですね。ずいぶん長く一緒にいましたが、ようやく味わうことができました。とても温かい、温かいです。プラフター、
しいとこ見られた気がする。私もです。年がいもなく人前で泣いてしまうとは。そんなことないですよ。こっちまでもらい泣きしちゃいましたし。そうでしゅ、そうでしゅ、どんどん泣けばいいんですよ。だって長年の夢が叶ったんですから。ソフィーさん、プラフターさん、本当におめでとうございます。みんな、いろいろ手伝ってもらってありがとうございました。私からもありがとうございました。再び人の身を得られたのはあなたたちのおかげです。このご恩はゾフィーともども必ず楽しみにしていてくださいね。 What worries me is she still has those star-like eyes. くふふ、期待してます。それじゃあ私たちはそろそろ積もる話もあるでしょうしね、リリー。ええ、お邪魔虫は退散します。ではまた。さーて、私もお散歩に行ってこようかな。あとはお二人でごゆっくり。 I like everyone's like, we should give them the room.気遣いしないでよ。そうです、いきなり二人にされても何から話せばいいか。まあいっか、時間はいくらでもあるんだし。それもそうですね。いつも通り他愛のない話でもするとしましょう。そうだね。I think we all know what they're going to be up to. Yes. Right, so. Finally got that sorted. Finally! Been waiting since the first game for that to be resolved. Like, oh. At long last. But anyway, we'll end this part here, and the next part we'll carry on with some side scenes, because we've got quite a few. Even one back at the Atelier, so we'll see you in the next part. Ta-da for now.